今日、東京都で初めて開かれた認定式。日本防災地産重量認定おめでとうございます。ありがとうございます。認定証と認定プレートを受け取ったのは、10年前の広島土砂災害の教訓を伝える広島市豪雨災害伝承館の館長と広島市の担当者です。今年5月に国が創設した日本防災資産。年々自然災害が激甚化する中、命を守り被害を最小限にとどめるには、国民一人一人が災害リスクを自分ごととし、意識を高める必要があります。そこで過去の災害を分かりやすく伝える施設や教訓を伝える活動などを国が認定することで、その価値をさらに高め、活動の普及拡大で地域の防災力強化を牽引してもらいたい狙いがあります。一言で言うとやっぱ嬉しいですよね。我々の今までやってきた活動を認めていただけたというのは素直に嬉しいです。ありがたいです。国は今回、広島市豪雨災害伝承館を認定の中でもより優れている優良認定に選び、その理由として被災者や住民の一体感と強い思いが伝承館の誕生につながっていることや、住民・地域主導の研修会などの取り組みができている点が特に優れていると評価しました。今回認定いただくのは叱咤激励だと思ってる。ずっと同じことを続けていくんじゃないぞと、どん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 そういう命を守ろうという人たちを増やせようということだと思うし、次の世代も育っていかなきゃいけないから、こういう活動がずっと続くことを作っていけばいいのかなと思う。また6年前の西日本豪雨の被災地坂町自然災害伝承公園も、防災意識を向上させる展示内容や小中学校との連携など、防災教育に取り組んでいる点が優れているとして認定されました。全国で今回認定されたのは合わせて22件で、中国地方では県内の2カ所のみです。国は認定の有効期間を4年としていて、一定期間が経った際、改めて活動状況などを確認し、取り組みが充実していれば認定期間を更新するということです。